内島の大根山墓地、欧米系島民の墓所欧米系島民は、日本における、小笠原諸島に住んでいた人々とその子孫を指す、表現。1876年の明治政府による、領有宣言以前から外国より、小笠原諸島に入植し、日本の統治下に置かれた後も住み続けていた島民と、その子孫を指す言葉。欧米系島民という語彙は、 戦後に、小笠原諸島を統治した、アメリカの公文書に記されている、ーケジアンディセンダンツオブオリジナルアメリカン、アンドヨーロピアンセトラーズ、ファミリーズオブアメリカン、ヨーロピアンオリジンを日本語に翻訳したものが、起源とされている。ただし小笠原への入植者や移住者は、ハワイ人やポリネシア人が含まれており、欧米系白人のみを意味しない。戦前は、キカニンや。 在来島民という表現が使われていた。なお、明治以降に移住した日本の内地人は、現地では移住民と呼ばれていた。19世紀初頭に、フランス人、ジャンピエール・アベルレミューザが、林紙幣の三国ツーランズ説を引用して、ボニーアイランズをヨーロッパへ紹介してから、外国の船が、小笠原諸島へと寄港するようになる。それに伴い来島者が残した。 公開日誌や探検報告書にボニーアイランズが現れ、その記述中に小笠原諸島に自ら住み着いた白人やカナカ人10人の記述が出現するようになる。1827年5月、行方不明船を探索していた艦長、フレデリック・ウィリアム・ビーチー率いるイギリス海軍のブロッサム号が、 琉球から東へ進路を取りボニアイランズを目指した。一行は6月8日に島々を発見。翌9日に、現在の父島二見港のある湾から島へ上陸して、見ると、前年行方不明となった、イギリスの捕鯨船、ウィリアム号の乗組員二人と遭遇した。彼らは、湾内に停泊中に、突風で難破し、その後帰港した。 保セ船ティモール号に仲間は救出されたが、二人は自らの意志で島に泊まり暮らすことにした。ビーチーは島の領有宣言を記した銅板を木に打ち付けた後、出港する。翌1828年5月、ロシアの調査船セニャービン号が二見港に着くと、前年から泊まっていたウィリアム号の二人と遭遇。彼ら二人は同船で島を後にした。 ビーチーの報告を受け、在ホノルルのリチャード・チャールトンイギリス領事のもと、ボニンアイランズへの入植計画が進められる。1830年、イタリアのラグーサ出身のイギリス人と称する、マテオ・マザーロを団長とする、イギリス人2名、アメリカ人2名、デンマーク人1名の5名と、太平洋諸島出身の男女25名がホノルルを出発し、6月26日に、 父島に到着して、扇裏に入植した。マテオ・マザロからの報告を受け、サンドイッチ諸島イギリス領事代理は、入植地に原住民がいなかったことを同年、報告書に記している。移民団は当初、扇裏に集中していたが、後に、大村や奥村に分かれて、住むようになった。入植後も、各国の捕鯨船が頻繁に寄港しており、移民団は、 島で栽培したトウモロコシや、玉ねぎなどの野菜類や、アヒルや豚などの家畜をそれらの船に売り、物資や手紙のやり取りをした。1840年、道の国家戦軍お友浦の中吉丸が、鹿島灘で遭難し、父島に漂着した。先導の三の城以下中、吉丸漂流民六名は、入植者たちの助けを借りつつ船を修理し、 二ヶ月後に、父島を出版して、下佐国町市港に帰還した。中吉丸漂流民たちは幕府に対し、当時の島民たちの暮らしや言語について報告している。その後、英米人入植者の間で対立が起き、1839年頃には、マザロが、アメリカ人、ナサニエル・セボリーの暗殺計画を企てるまでに、関係は悪化した。しかし、 マザロには人望がなく、1842年にハワイへ去り、もう一人のイギリス人、リチャード・ミリチャンプもグアムへ去ると、セボリーが事実上の主張的地位に就いた。1849年8月、父島は海賊の襲撃を受けた。女性数人が拉致された上、家畜や食料、医薬品など2000ドル相当の物品が略奪された。 1851年4月、イギリス軍艦エンタープライズ号が、父島寄港した。艦長の航海機によると、セボリーラの生存を確認し、入植後二十数名の子供が生まれ半数は死に、また成長後島を出て行った者も,もいると記されている。また、島内のオアフ島出身者の土地に、捕鯨船から脱出した船員たちが身を隠していた、様子や、 船が寄港した際病気のため下船しそのまま島に住み着いたものの存在も明らかにしている。1853年6月、マシューペリーが父島に寄港した際、調査隊が同行していた。2班の調査隊のうち最初のグループがロイド港から上陸すると、カナカ人が島の数カ所に転住していた。3両を超えて、 島の南に降りていくと、マルケサス諸島のヌクヒバ島出身者の居住者と遭遇し、さらに進むと、オタハイト島出身の気化色肌の住人がおり、彼は英語を少し話した。別の調査班は、公開日誌で、島で最年長のセボリーやカナカ人らがおり、39人の島民が住んでいると記している。これらから、小笠原諸島には、 欧米系白人のみが住み着いていたわけではなく、当時カナカ人と呼ばれたハワイ出身者や、南太平洋ポリネシアからの住人も多く住んでいた、ことが伺える。1861年12月17日、幕府は、列国公使に、小笠原の開拓を通告した。1862年1月、外国奉行、水野忠則の一行が、 か林丸まるで、小笠原に派遣された。水野は、小笠原に赴く前に、中日イギリス公使やアメリカ合衆中国公使に、接触をしている。イギリス公使オールコックは、ロシア軍艦津島占領事件で、ロシアの日本への影響を阻止しその後のロシアの、どうこうを伺い、東ゼンデ寺事件では、幕府と問題を抱えていたため、通告に対して、 日本との貿易の慎重のみを主張し、小笠原領土に対する野心がない態度を取る。一方アメリカは、講師官人 ALC ポートマンの名で、ナサニエル・セボリー宛てに、水野が来島する旨を、セボリーに伝える1861年12月21日付の書簡を、水野一行に託している。アメリカ講師ハリスは開拓通告に対しては、 二日後幕府へ、回答書で、本国政府へ報告し、回答を待つ。ただし、小笠原と在住アメリカ人の既得権の保護を、要請すると記している。日本の記録では、文久元年12月19日管理丸は、二見湾に闘病し、セボリーに、ポートマンの書簡が手渡される。翌日、一行とセボリーらは、会談を行っている。 過去のイギリス人ビーチへの占領宣言が話題に上がったりしたが、セボリーも島での生活や将来を憂いていたため、通達を受け入れた。その後日本人らが、島内の木々の伐採や、野獣の所在を決め、セボリーらも自らの生活に必要な分は自由に、取るなどルールを決めている。一行は続いて、母島にも向かい、同様の通達を行っている。 その後八丈島からも入植者が送り込まれ、開拓が始まる。なお、生麦事件がこじれ、イギリスとの一戦が懸念されると、1863年日本人全員に避難命令が出された。1930年頃の欧米系、島民1875年12月21日、明治丸が父島へ向かった。その時セボリーの息子ホーレスセボリーやフランス人。 ルイ・ルサールを含む13個68人及び、日本人、女性2名が、父島で確認されている。翌1876年小笠原島を内務省諸葛とし、日本の統治を各国に通告した。1882年に居住していた20個72人全員が、帰化し日本人となる。第二次世界大戦中の1944年7月、戦火が、 間近に迫っていることから、小笠原諸島の全住民は、欧米系島民も含め本土へ疎開した。戦後、1946年に、欧米系島民のみが祈祷を許されたが、サンフランシスコ講和条約によって、小笠原諸島は、日本の市政権から切り離された。アメリカ統治時代は、英語が、公用語とされ、 義務教育家庭校のラドフォード提特諸等学校で英語による教育を受けた。アーサー W ラドフォード海軍大将は当時のアメリカ太平洋艦隊司令長官権太平洋軍最高司令官で1951年に初めて父島を訪れ父島を各戦争時における各兵器補給基地として整備した。1952年3月1日から 米海軍による父島の行政が始まったが、欧米系島民は、米国市民権を求め、合わせて、父島の日本返還に反対する請願を行った。1968年、昭和43年の日本への返還後は、戦前からの移住民に加え、新たに本土から移住してくる、新島民と共に共存している。アメリカ統治下で、英語教育を受けた世代は、 日本語になじめず、アメリカ本国に移住した者もいる。日本に帰化した後も、キリスト教を信仰するなど彼らの文化を維持し続けている者もいる。欧米系島民の姓として代表的なものは、セボレーセホリ、奥村、ワシントン太平、木村、池田、松沢、ウェブ上部、ゴンザレス、岸、小笠原、ゲレー南、野沢などが挙げられる。言語については、 言語学でいうところの言語接触を起こし、英語の中に日本語の語彙、または日本語の中に英語の語彙が混じる一種の美人言語、クレオール言語化した小笠原方言を用いていた。欧米系統民と呼ばれるものの、その出自は出版された、公開日誌などで確認できるものとしては、アメリカ合衆国、ハワイ、イギリス、ドイツ、ポルトガル、デンマーク、フランス、 タヒチ、マルキーズ諸島、マリアナ諸島、ポンペイ島など多種多様である。ありがとうございます。